皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。9月に入ると私立高校の塾対象説明会、これがたくさん催されるんですよね。今回はその中でも私がまず9月で最初に参加する静岡県富士見高等学校の塾対象説明会、このお知らせをいたします。日時、これ令和4年の9月15日の木曜日です。受付は10時30分から、説明会、これが11時から11時50分で、その後希望者の方は、校舎の見学、これがあります。会場はこれまでね、校舎の中の広い教室、これを使っていたんですけれど、今回は、新型コロナ対策ということで、富士見高校の第二体育館、広い場所ですね、こちらで、開催される予定になっています。説明会の内容、まず最初に学校の概要の説明、次に令和5年度の入学者選抜について、入試についてですね、富士見高校ではこういう生徒に受験してほしいと、具体的に成績だったら、このくらいのレベルの子が受験できますよと、実際に数字をね上げて、教えていただきます。そして最後に校舎見学、このようになっています。もし富士見高校受験する生徒さんいましたら、塾の先生に、私今の成績で受験できるかなって聞いてみてください。この説明会に参加していれば、成績を見て、あ、大丈夫だよとか、もうちょっと頑張ろうね、このように教えてもらえると思います。それから富士見高校からこの説明会、塾対象説明会の申し込み書が届いている塾さんは、その申し込み書に必要なことを書いて、ファックスまたは同じ内容をメールで、富士見高校に送って申し込みをしてください。説明会の案内が届いていない塾さん、こちらの方は、富士見高校の教育広報部、こちらの方に問い合わせをしてみてください。参加申し込み書を送ってもらえると思います。今回は静岡県富士見高校の塾対象説明会についてお知らせをしました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。